ちょっとさ、東京メタボの紹介してよ。あ、もう初めていいですか。東京メタボってどういうバンドか、ちょっと紹介、このエビバでこの皆様に紹介してあげてください。わかりました。東京メタルボーイズっていうのはですね、あの本当は一回コウキリのバンドだったんですね。そうね。そうですよね。この間四ツ谷でね、四ツ谷三丁目ですか。四ツ谷三丁目でね、はい、それであのね、言っときますとね、この人はあの日本語をねとてもハードに勉強されてます。で、国籍あの大体普段は南米ですよね、ロドちゃんね。ノーノー、サンディエゴです。サンディエゴね。サンディエゴにするよ。それであのライブのたびに来日されてるんですよ。来日話しかけるときは少しゆっくりの日本語でお願いしますね。アンドレ誰ですか。アンドレってどこにも言えないですよ、その人。ロドリゲスですから、ロドリゲス。名前だけでも覚えてて帰ってくださいね。まあそうですね。ね。まあ一回目の時。普段でもあるでしょ。はい、ギャラクティック鍵盤ドっていうね。あ、そうなんですよ。あれでいつも来日してるんよね。はい、そうです。ね。で今回知らん人も。いや僕ね、多分ね来てくれないと思ってたの。あの最近さ不景気やし、エアチケットも高いしね。でこの東京メタボのために来てって言って本当に来るかなって。来たね、森さん。来たね、断れるわけないじゃないですか。もう日本の皆さん大好きですから、ね、機会あるごとに来日して。ていうかさ、日本好きでしょあなた。大好きですよ。温泉大好き、芸者大好き、あのこう中華テーブルの丸テーブルとか大好きですよ。あ、便利、すごく便利。違うの。はい。あ、そんなこんなでですね。そんなこんなでですね、緊急来日をさせていただきました。ということで、あのリハはほとんどやってません。先に言っておきますよ。リハは1回だけ1時間ぐらいしか。1時間だけで、すみません、お時間もですね3曲だけなんですよ、今日はね。今度たっぷりやろうね、メタボもね。ね、ただ、濃い3曲だよ。 Everybody 聴いてください、東京メタルボーイズ。Don't stop living, we're the same time of life.
もう記憶数が今回少ないですからね。ちょっと時間がありますんで、ちょっと一言ずつね、せっかくなんでメンバーに、自己紹介していただけますか。それでね、うん、どこから行きますか。じゃあ森さんから行きましょうか。アイアンマーボーイ、何ですか。森と申します。何ですかね、今回まあね、こういうの組み合わせたのは僕かな。でもなんかすごいパワフルなバンドでいいっすよね。ね、またやろうね。やろうね、石木さん、ぜひやろうね。おい、やろう。こんばんは。バリバリ日本人です。名前は利山利男と言います。先ほど僕の兄トシって言うんですけど、ニッティグリッティでベース弾いてました。弟の利山はですね、今日はメタルボーイズと渡辺咲夫プロデュース、この2つで弾かせていただいてます。今日はありがとうございます。じゃあ、はい、エメと言います。今日はこれからまだまだこのステージで叩きますので、ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。今回ね、最多出場21曲。リハで倍やってるからね。多分リハ13時半からやって、これ20時半ですから8時間でね、8時間のうちの多分4時間ぐらい叩いてるの、この人。すごい。いやいや、すごいね。やっ。 OK、 じゃあ石木さんの前に使っていきましょう。どうも、ケイちゃんです。本当に今日はありがとうございます。僕もロドの通訳として頑張ってます。ロドは、竹島日本の領土だって言ってます。当たり前だろうね。よろしく。ニードレス2世代テヌン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 鍵盤です。横ティーヌです。この人ね、日本酒がめちゃくちゃ好きなんだ。やばいよ。はい、日本酒好きです。ティーヌです。はい、ティーヌです。じゃあロド、ちょっと自己紹介しろやな。日本の皆さん、こんにちは。ロドリゲス・ケンです。普段はですね、ギャラクティック・ケンバンドというバンドをご存知じゃないかと思うんですけれども、日本以外ですごく有名です。ホームページもありますんでね、私がどこから来たのかとかですね、そういうこといろいろ書いてありますんで、ぜひ、見ていってください。で、今日はこういうご縁でまた東京メタルボーイズメンバーと、あと皆さんとお会いできて本当に幸せです。短い時間ですけども、最後までお付き合い。日本語下手だな。日本語一生懸命勉強してるんですけどね。お付き合いよろしくお願いいたします。ところでさ、ロドちゃんさ、イエス、イエス、次あるこの曲ね、はい、これさ、はい、俺石木さんがこれやるって初めて聞いたん、実はね。これはね、めちゃめちゃいい曲やね、これね。これでも調べるとすごいロック好きな人の中では、そうですね、もう当たり前っていうかね。そうです、知らんかったら僕はなんやねんみたいな。なんやねん、なんやねん。これはあれでしょ、ギターリストの人がホワイト、さっきのホワイトスネークに言い張ったんですよ。そうです、そういう感じですよね。そうですね、1曲目ホワイトスネークで、ギタリスト弾いてた、ジョン・サイクスですか。ジョン・サイクスね、ジョン・サイクスが入っていた、ティン・リズィというね、バンド知ってる人いますか。 Oh yeah, oh yeah.
いや、こういう曲持ってくるやっぱ石木さんに僕はセンスを感じるな。石木先生泣きのギターですね、これね。僕ら石木さんのための曲ですよ、エブバーで。この曲に対する、意気込みをお願いいたします。意気込み。みんな濡れ濡れです。誰か英訳してください。I am fine. That's fine. I am fine. Me too. ほら、行きましょうか。曲名紹介しようぜ、ロージャー。Please don't leave me.Oh, darling, please don't
まりバラードは歌わないんですよ、ギャラクティック鍵盤で。東京メタルボーイズだけですね。ところでさ、ロブちゃんさ、俺、はい、そっちに立ってパッと見て気づいてんけど、はい、その靴、サンディエゴのどこで買ったんすか？あ、これはですね、それ、あんま売ってないやろ、それ。サンディエゴはあんまり、実は詳しくないんですけど。それ、もしかして日本に遠征してきた時に買ったわけ？いやExactly. Exactly. 皆さん渋谷ですよ、渋谷。これはあんまりないでしょ、これ。これはですね、本当にあの全然売ってないですよ。売ってないでしょ、これ。売ってないです。これすごいよ。あのアジア圏で唯一1店舗だけですよ、売ってるのは。これは本当の話ですよ。渋谷のフロンティアっていうの知ってますか？あのレディー・ガガさんとか、あの、ジン・シモンズさんとか、マジですね、スティーブン・タイラーとか、マジでみんな来日したら行きますよ。もうあのメルトモですよ。可愛い顔文字とか売っちゃったりしてますよ。こういうやつすみません。すみませんね、こんなね、言いますけど、本当ね、日本来るたびに皆さんが本当に温かく、本当にあの、なんていうんですか、出迎えてくださって、ね、もう、ね、ずっとオーバーステージそうで、ね、でもね、その温かい日本人って言うけど、この間ステージやった時にね、あのね、選曲の話があったでしょ。選曲？選曲、あ、無意識さんが広島モナムーがね、やりたいんですけど、広島モナムーね、その大好きなイングベイがやってるアルカドラスっていうね、こういうバンドがあって、あれはね、あのね、ダメなんですよ。グラハム・ボネットっていう ボーカル知ってる人いると思いますけど、まああの詳しい人は分かると思いますけど、ヘビメタ界の横山やすしって言われてる、そういうボーカルがいるんですよ。見た目がこの人はね、めちゃくちゃ高いんです、はっきり言って。あのね、普通の人は全く歌えない歌なんです。それでその歌を選んできたロロちゃんが、これは歌えないから別の曲にしてくれって言ったら、ジェットツージェットっていうね、まあ同じくアルカドラス、さらに高い歌選んできた、この人。この人がいけないんです。この人のせいです。でも頑張って歌いました、僕は。ね。はい、でも歌えてたじゃないですか、結構。そうですか、ね。面白いのはリハで1回目は歌えないけど、2回目、3回目、だんだん歌えなくなってくるんですよ。Yes。うん、そうです ね。もうやっぱりここでね、もう最後の曲なんで、はい、ガツンと激しいやつやりたいです。激しいやついきたいね。やっぱりメタルって言ったらこういう、これでしょ、やっぱりこれ代表曲でしょ、これ。そうですね、いろいろバンドありますけどもね、やっぱこの曲は外せないですね。これはいいよね。ね、いっときますか、ラストソング。Yeah! Are you alright?